湖畔のブドウ畑、ボーデン湖とラインガーボーデン湖ボーデン湖は、ドイツ、オーストリア、スイスの国境に位置する湖、コンスタンツ湖とも称される。アルプス地方では、レマン湖に次いで、第二の規模で、面積は約536平方キロ。ボーデン湖の湖畔には、コンスタンツ、フリードリヒスハーフェン、リンガウや、ブレゲンツなどが位置しており、多くの観光客を集めている。 湖畔でブドウが栽培されており、沿岸地域ではワイン生産が盛んである。ボーデン湖にはライン川が流れ込んでおり、ここからさらにドイツへと流出していく。ボーデン湖を出て間もなく激流となり、ライン滝へと一気に流れ込む。ライン川への流出とは別に、ボーデン湖の水はドイツで有効に活用されている。パイプラインを通じてシュトゥットガルトなどの工業都市へと運ばれ、 工業用水などに用いられる。湖に浮かぶ島、マイナウ島は、島全体が庭園となっており、花の島とも呼ばれる。マイナウ城や様々な庭園が観光地となっている。同じく湖に浮かぶライヒエナウ島は、世界遺産に登録されている。昔はこの付近は氷河だった。氷河が消えて、有事国が残った後、そこに水が溜まって形成された氷河湖である。 前4世紀頃より、湖畔に、ケルト人の集落が設けられたと考えられている。前1世紀、ローマ帝国がこの地域に拠点を築いた。その後、ゲルマン人の移動に伴い、徐々にゲルマン化されていった。中世以降、ドイツ、オーストリア、スイスを結ぶ湖であることから、公易活動の物体として、重要な役割を果たした。現在も、 古城の島以外が三国の共同統治となっている。ありがとうございます。